キョウイチロウ、今って何してるの？昨日のあの仕事？ねえ、それって危ない仕事じゃないの？だって、京一郎が危なそうな仕事してるから。やだ、テコでも動かない。テコなんかに負けないもん。わかった。夜に電話するからね。じゃあ学校に戻るよ。そうなります。ジュニアム必要はありませんよ。この会社のこのデータそのものが違法なんですから。
説明しなさいよ。なんで約束したのに私に連絡しなかったのか。だって、あの書類、あそこのビルの15階の資料だったでしょ。だって。今夜も京一郎いないから、あのビルを見に行ったんだけど、見てたら15階だけ明かりがついて、心配になったから勝手に入っちゃった。照明玄関が開いてて、誰もいなかったよ。